はい、こんにちは。日本改革と靴沢です。ひろし様、関様、のんのん様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただきまして誠にありがとうございます。ありがたく頂戴して政治活動資金とコーン太郎裁判費用に充てさせたいと思います。3月22日にですね、話し合いが持たれまして、第1回目、いつにするか決めるそうであります。非公表、非公開の会合で、まあ全く新しい裁判になったもんですからね、裁判官3人になりまして、TBS ニュース23、これ11時からやってるやつかな、夜な、イスラム教徒の墓が足りない、最後を選ぶ自由をかなんかタイトルつけちゃって、イスラム教徒の男性必ず土葬です、火葬はできないです、それはなぜですか、決まりです、コーランにも書いてあるし、預言者も言っている。知らねえよ、そんなのって話なんですけど、それはお前らの決まりであって、日本人の決まりではないですよね。世論です。明らかに侵略者です。ヨーロッパの移民政策の失敗を真似るバカ騎士だ。コーランに書いてあろうが、預言者が何を言おうが、日本人が知ったことではない。政府がはっきり、土葬はできませんと入国条件をつけないから、こうなる。よそから入ってきて埋まろうとするの、やめてもらっていいですか。これ面白い。よそから来て埋まろうとするのをやめてもらっていいですかっていうね。決まっている、知らねえよ、んなのね。日本人がコーランに合わせる必要全くねえよって話ね。島津豊久も、ぬしゃらのハットなど知らんって言ってたでしょ。ドリフターズですけれども。TBS はまあ日本を破壊したいんだろうけど、配慮の強要をやめろ、配慮してやる必要全くない、日本は湿気多くて伝染病早いんだから火葬だっちゅう話。ドイツはじめですね、欧州では遺体を祖国に送ってですね、そこで埋葬するための積立金制度があります。ドイツとか、ドイツが有名かな。なんで日本でそれやんねえの。積み立てしといて、遺体は祖国に帰国してですね、そこで埋めてもらって、日本に埋まろうとするのやめてもらっていいですか、本当に。日本に埋まろうとすんねん。なんで日本でやるの、日本人のことバカにしてんのか、調子に乗ってんじゃねえのか、この野郎ら、いう話なんですけどね。それ、ツイートしたところ、254コメントをいただけました。その一部をご紹介します。お墓は早々移転できないので、作らせたら終わり。そもそもなんで土葬できない日本に来たの。今までいたイスラム教徒は祖国に帰ることを前提に日本で働いてて、こんなこと言い出さなかったけど。衛生面では周辺住民が不利益を被るなどなど。まあ、TBS なんだろうな。TBS が言わしてんだろうな。今までいたイスラム教徒は、まあ、土葬墓地で日本を侵略させようとしてるんだろうな、TBS がな。日本で死んだら火葬されて天国に行けませんってプロパガンダしたらどうでしょう、イスラム教徒向けに。あとはですね、入国するときに、土葬できねえけど大丈夫あんた、って聞くとかね、やっぱやめますとか言うかもしんねえからね。そりゃ大変だ、天国に行けないのは大変だってことで、日本に来るイスラム減るんじゃない、それプロパガンダしたら。とにかくTBS の声には一切耳を貸すべきではないですね。あいつら日本人の敵ですからね。イスラム教徒を使って日本をダメにしようとしてる、 TBS は、としか思えない。4月から国立大学留学生の学費を値上げするそうであります。それは大学が決めていいんだって、自由化。増収分、値上げで増えた分を受け入れ費用に充てる国際基準に合わせる。他の国はみんな留学生は自国民よりも学費が高い、今まで同じだったのがおかしいんだわって話でね。世論です。県民割引とかあるので差別ではない。アメリカは州外からの学生は割高料金なんだし、残党。まあ州は国ですからね。州知事は、まあテキサス国の大統領みたいな扱いね。だから州の外交担当は国務長官って言うんだよね。テキサス州国務長官、言うんだよね。まあ
合衆国連邦ですからね。まあ国立大ならそんなもんでしょう。外国人を高くするのは世界標準だから問題なし。日本の税金で設立された学校なんだから日本人以外は高くて当然と。まあそれでね、外国人の受け入れるための、何予算にするっちってんだから、まあいいんでないっすか。いたらいたで通訳とか必要になってくるのはね。掲示板ではですね、外国人と見られるやつが差別だって騒いでましたが、お前らそもそも日本語使って掲示板に書き込んでんじゃねえよって話なんですね。外国人のくせに。福島県立医大っていうとこあるんですけど、福島県民割引があります。福島県民割引じゃなくて、他県民割高かもしれないですけどね。他県からお越しの学生はですね、割高学費払うようなんですけども、それでもいいって人が来るわけで、差別でも何でもないですよね。最初に、いくらいくらですけどいいですか？ああ、いいですって言ってくんだから、差別でも何でもないよね。留学生もですね、日本人学生より高いけどそれでいいって人が来ればいい話であってね、そもそも国立大学は国民のための大学なんだから、少子化でね、留学生ばっかりになったら、日本人が少数派で、肩身狭い思いしたら、本末転倒でしょうよ。国民のための大学なのにね、国立大学。増収分は外国語表記や、掲示板やら、案内板やら、通訳などに当てられるんですかね。豊島区役所にもですね、常駐はしてなかったんですけど、通訳使ってました。あとは川口省で、トルコ語の通訳が高え、クルド語わかる通訳が1時間7500円で高えな、取り調べとかな、いうような記事も見ましたし、金かかんだよ。あとは窓口にですね、外国語の案内表記なんかも作ったりなんかして、外国人がいるだけで、余計な金かかるね。すべて日本語にして一切配慮しねえ。それでもいいんだったら、いや金かかんないですけど、だからね、すべての外国人から、滞在税取るべきっていうのが私の持論なんですよ。だっているだけで、それね、外国語の掲示板やら案内板やら、案内の書類やら、通訳やら余計な金かかるんだよ。日本人だけだったらそんな金一銭もかかんねえんだから、全員から取るべきだよなというのが持論であります。もちろん永住者からもね。大学でこれが通るんだったら、つまり受け入れ体制のためにあげます、余計に金取りますっていうのが通るんだったら、自治体も同じ理屈通らないとおかしいですよね。で、滞在税もですね、最初は払えるぐらいの月額500円ぐらいから始めてって、際限なく値上げしていくっていうのが私のアイディアなんですけれども、いかがでしょうか。でね、外資系の企業で、働きに来てるような高給取りは、大した値段でなくて、バイトしに来てる人には払えないぐらいの金額がいいんじゃないかなって思ってるんですけどね。女子トイレや女子更衣室、女湯など、女性が入ること、男性が入ること、心が女ってやつですね。男性が入ることを反対する、女性の権利と尊厳を取り戻す会が、3月2日に新宿でデモやったそうであります。芝木隊が現れてですね、デモ隊に向かって罵詈雑言を浴びせ妨害したと、産経が報道しておりました。産経さん、なんでここは報道してうちらの外国人実習制度廃止デモは報道してくんないんですか。見たけど人数も10人ぐらいでしょぼかったんですけど、それでも報道してうちは報道しないのはなんでなんですか。産経新聞は、産経新聞は富士デモ、1万人ぐらい来て富士デモも一切報道しなかったから、所詮は敵側なんですけどね、産経といえどもね。世論です。こういうの妨害すると余計風当たりが強くなると思うんだが、LGBT の流れはもう止まりそうにないな。欧米でもさすがにおかしいっていう意見が多数になってきてるぞ。スポーツ大会で体が男の心は女だって言い張ってるやつが女子大会に出場して女の人が勝てなくなってるっていう現状ありますね。全て混浴で解決。いくら心が女でも体が男なら女子風呂に入るのはダメー。これは当然ですね。危険ですからね。心は男、体が女が男風呂に入るのは許す。
海外の温泉だと水着で男女も分けないよね。まあそれもありですけどね。このデモ、主催者はマーチって呼んでるんですけど、コールがこちらでありました。性同一障害特例法は廃止。心が女って何ですか？男は男、女は女。ジェンダーから自由になろう。これがちょっとわかんねえな。心を性別で縛らないで。これもわかんねえな。LGBT を擁護しているようにも聞こえるし、女性の権利を奪うな。女性の体を無視するな。これは芝木隊がですね、差別だ、ヘイトデモだ、このレイシストだよなって罵倒してたみたいなんですけど、全然意味わかんねえね。男は男、女は女の、どこが差別でヘイトで、レイシストなんだか、全然わかんないですね。まあ、芝木隊の皆さんはですね、日本語得意じゃねえから、わかってないんだと思い、変だと思わないんだよね。ただね、日当くれ、金くれる人から、差別だヘイトだって騒いでこいって言われれば、何も考えずに、そうしてんだろうけどね。妨害に負けずにですね、男は男、女は女って言い続けてほしいですね。性同一性障害特例法は、トランスジェンダーの人が特別に戸籍の性別を変更できるっていう法律であります。まあ、18歳以上であること、未成年の子供がいないであること、なんていう条件もありますけれども、昨年のですね、10月25日の最高裁で、必ずしも性転換手術必要ない。手術しなくても戸籍変更 OK って判決出ちゃいました。これでですね、コロコロと気分で戸籍の性別変えられては混乱するって意見もありましたけど、今んとこまあ実害は聞いてないですね。あるかもしれないですけど。あれだって男の3万人に1人が心女で結構多いですね。女性はね、女性は女性の体で心は男っていう人が10万人に1人。この3倍の差は一体何なんだろうかと思いますけれども、性別変えてですね、借金や犯罪から逃げるなんて考えつくやつもいそうだな。その他のニュース、日経平均株価4万314円を記録し、史上最高、最高値、更新しました。円安が、実体のないバブル、安倍が、掲示板やツイッターにはですね、悔し血涙のパヨ悶絶地獄絵図が繰り広げられておりました。日本を憎む連中はですね、ストレスで免疫力が低下して風邪ひくといいなって思っております。日英伊共同開発戦闘機の輸出について辻元清美英国の国防大臣が三原則の変更が必要になると答弁した。国会で、質問しておりました。岸田総理、民主党時代に殺傷兵器も含めて第三国移転が容認されたんですけど、すべてが面白いようにブーメランになるのはなぜなんだって。面白いようにすべてがブーメラン、になる。愛知県主催、ジブリの森、婚活パーティー、400人の男女が参加。このうち10組がですね、交際に発展したが、予算1000万円かかって効率悪いんじゃないのという声も上がっておりました。行政が婚活パーティーか、ちょっと、やりすぎのような気もしますけどね。そんなとこまで、お世話する、面倒見る必要はある？400人に1000万使ったってことは、1人当たり2万5000円かかってんのか。2万5000円だったら、ホテルのパーティーにも行けますね、これね。どうせ間にね、公金中中の社団法人とか NPO とかおるんでしょうけどね。行政がですね、こういう無駄金使わねえで節約してですね、住民税減税やるのが人口を増やす近道だと思うけどね。あそこの県は、住民税安いんだわ。ああ、引っ越すべえ。なんつって人口増えると思いますけど。この10組もですね、結婚まで行けばいいですけどね。池袋なんかにもカップルいっぱい歩いてますけど、そのほとんどが、ああ、結婚しねえで別れちゃうんだろうな。どうせ。って、冷ややかに見ております。沖縄米軍基地前に、パヨが集まってですね、最高裁を許すな、と騒いだそうであります。主催者発表で1000人なんで、まあ100人ぐらい集まったのかな。辺野古基地の地盤改良工事の
国が大執行っていう最高裁判決のことを言ってるんだろうけど、デニーが、放置して、職務怠慢、職務放棄して、許可出さねえからこういう羽目になるんだって、最高裁を許すなって笑いますよね。最高裁より自分らの方が正しいって思ってんのが笑うよね。思い上がりだし、そんな決まったことに従えよ。放置に、の、放置って考えが全然ね、裁判って、いうのが理解できてねえのかな。そんなんだから、パヨは減る一方なんだよ。こんなこと言って最高裁を許すなって何なんだって話なんだよね。笑っちゃいますね。というわけでメール等になって日本改革とご支援ください。よろしくお願いします。デトックスジャパン。